しかったですね。で、なんかいろいろ話した。あ、失敗。今日はあとは一日レッスンでした。最近エネちゃんと一緒。そう、そうなの、多い、嬉しい。最近ご飯行ったりとかもしてて多いですね、一緒にいること。まあ、最近あのエイトの、エイトの日のレッスンがあるっていうのもあるけど、もし見てた、違うよ、見れなかったよ見れなかったよ、時間がなくて普通になんならアバランチも見れなかったよ見れなかったよ、時間がなかった、普通に見る時間が。夜ブルーを送りつい、いや夜しか時間がないね最近は。そうだね、今日とかね、明日はね、スカパーです。スカパーアイドルフェイス今日も新種レッスンだったから、今からやるしかないんですけど、今から後で、ね、懐中電話だ、後でやる。エイトの日って毎月ある？毎月はない、え、毎月ではない、毎年はあるけど、大体毎年やってます、恒例みたいな感じでやってるけど。でも今年のエイトの日は8月に、いつも8月8日にやってるんですね、毎年エイトの日を。でも今年の8月8日のエイトの日は中止？延期？になっちゃって、それを1月の12、13でやります。見逃し写真見れなかった、時間なくて見る時間なかった、もう仕方ないや。イルミネーション写真めっちゃ綺麗だった。あれね、めっちゃ前の写真なんですね、実は2年ぐらい前の写真2年うん、そのぐらい前の、2019年とかそのぐらいの写真なんか本当になくて、クリスマスっぽい写真が、なんかしかもお題がクリスマス映えだったから、なんかケーキ単体の写真とかあるの。でもケーキ単体、なんかその映えって感じの写真じゃなくて、本当にな、思い出として撮ったみたいな写真ばっかりで、クリスマス感がある写真が全くなくて、そう、唯一あったイルミネーションの写真一緒に撮った写真もあったんだけど、自分と
でもね、なんかイルミネーションの前に立ったら顔辛くなっちゃうからさ、あんま映えって感じじゃなかったから、クリスマス映えって感じじゃなかったから、単体の方にしちゃった。そう、え、探したんだけど本当になくて、クリスマス、本当になくってね、あ、やっと見つけた写真、なんかツリーとかのイルミネーション撮ったりとかはあったんだけど、え、なんかそうなかった。他にいる、そういうのしか、その今日配信で出してる写真しか。よくじゃん、初めての挨拶、埼玉スーパーアリーナが出ると思ったね。あれはね、今日出たやつは知名度公演の初日、あの本当に初日の日、なんていうの、初めて劇場公演、普通の劇場公演に出た日の。サンタクロースの写真ないんだよね。なそもそも握手会が今までクリスマスの日に被ったことがないの、握手会とかお話し会が。確か来た記憶がないんだけど、え、あったりしたのかな。でもなんか写真ないんだよね、多分ね、今まで被ってないと思う。その握手会でもさ、メンバーがさ、そのあったじゃん、メンバーが衣装って着てクリスマス、そういう時に被ってないから、え、本当になくて、それクリスマスっぽい衣装着た写真とかもないのよ。めっちゃ探したんだけど、そうなくて、え、お題がクリスマス映えだったから探したけど、あれぐらいしかない。全然なかった。びっくりした、自分でありそうだったのに。前にひーなのあの連載、みんなで新聞の連載やってた時に、ひーなのあの料理のやつ、ひなこは料理のやつやってて、その時にそのクリスマスっぽいね、ご飯をひなこ一緒に作る、みんなで作ってみたいなやつだったんだけど、それもなんか料理の写真しかないのよ、一緒に写ってる写真がなくて。そうだから、それいいじゃんと思ったんだけど、なんか料理もしかもちゃんと綺麗に撮ってないやつ、なんか本当になんかね、そんな写真しかなくって、びっくりした、あると思っててなかった。行方不明とプレゼントの件も、あれはね、プレゼントの件もうね、わかんないんですよ、みんなどうなるか。いや、まだ、いや、まだ見つかってはないですね、多分誰かが持って帰っちゃって買っちゃったのかなと思ってる。ああ、落としちゃった。自分のものにしちゃったかなって感じで。今度全部持って帰れたら、はい、なんだっけ、紹介する配信？こういうの思いましたみたいな、続いたよみたいな配信するときに、そう、お服も紹介するので。もし自分のがその送ったはずなのに受け取ってないとか
最近じゃなくってちょっと前とか、だいぶ前に送ったのに受け取って、どのぐらいの期間からっていうのが難しいのよ。受け取ってないみたいなのがあれば、もしあれば、なんだっけな、インスタグラムの DM とかに送ってくださると探しやすいので、まだその開封する配信いつするか分かんないけど、その時送ってくださると嬉しいです。前回受け取ったのはね、半年ぐらい前かな、7月とか、その夏ぐらいだった気がするんだよね。違ったっけな、いや夏じゃないかもしれない、春とか。でも1年以内に受け取ってます。なのでまた今度配信するときに、もし私が受け取ってなかったら送ってくださると嬉しいです。多分誰かが持って帰っちゃってそうだと思うんですけど、使っちゃってるかなと思うので、ちょっと受け取れない可能性の方が本当に高くて、本当に申し訳ないんですけど、わずかな可能性にかけて。なので画像を送ってくださると嬉しいです。また配信した時に受け取ってなかったらね、いつ配信するか分かんないから、ちょっとまだあれだけど、実家、いやそれはない、実家ってかあれでしょ、その受け取ってお家に送るよってことでしょ。それは違う、手で持って帰ろうと思って、私が保有袋に入れて違う場所に置いてたんですね、消えちゃったから。それはないですしたらマネージャーさんが知ってるはずです。知らないから、マネージャーさん。私が手で持って帰ろうとした場合、それはないですそれはね、送ってもらう場合は送ってくださいって頼むから、勝手に送られる場合はないから大丈夫。だから誰かが多分持って帰っちゃってると思うんですけど、ね、見当たらなくて、そうね、悲しい。本当にせっかく送ってくださったやつを受け取れないのが悲しい。同じ日に他のメンバーも、いや私だけですね私しか受け取ってないです。そう、私のプレゼントだけ、そう溜まってて、最近出れてないからね、劇場ね。それをスタッフさんが溜まってたから持ってきてくださったんですよ。そう、段ボールいっぱいに入ってて、少しずつ持って帰ってて、私だけ。そうだからね、他のメンバープレゼント多分その劇場その日に被ってなければ私だけなんですけど、多分ないかって思うので、このこと混じったわけではないと思う。それはうん多分ない、ね、分かんないんだよね、誰かが持って帰っちゃって。また開封配信するときは言いますね、もうちょっと先になりそう今日も探したんだけどね、なかったんだよね。創作の願いは創作願いプレゼントのファンの方にもらってるねえ、でもそのぐらい本当に受け取りたいから、そう一回受け取って
受け取ったのは受け取ったんですけどね、リップって言っちゃった、コメント読んじゃった釣られちゃった紙袋に詰めて持って帰ろうと思って一旦置いてたらどっか行っちゃった、あ、55分、え、早っ、もう。じゃあランキング読もうかな。13位から読みます。13位、バトニーさん、ありがとうございます。12位、まぼろしさん、ありがとうございます。11位、プッチーニさん、ありがとうございます。10位、カズさん、ありがとうございます。9位、あきひこさん、ありがとうございます。8位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。7位、ディノッツさん、ありがとうございます。6位、ラスカールさん、ありがとうございます。一瞬間違ってるかと思った合ってた合ってた。6位、次5位、5位、 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。4位、ムムさん、ありがとうございます。ん、あ、変わった。もう一回13位から読みます。13位、まぼろしさん、ありがとうございます。12位、あきひこさん、ありがとうございます。11位、としのりさん、ありがとうございます。10位、ディノントさん、ありがとうございます。9位、ラスカールさん、ありがとうございます。8位、WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。7位、プッチーニさん、ありがとうございます。6位、カズさん、ありがとうございます。5位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。4位、ムムさん、ありがとうございます。3位、ニャーコさん、ありがとうございます。2位、グラントさん、ありがとうございます。そして1位が元気さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。じゃあ切れるまでします。あ、そう、明日は配信は朝はちょっとバタバタしそうだから夜したいんですけど、朝か夜かの2択だけど、朝は絶対にバタバタするから朝はそうメイクしなきゃ。今日メイク気合入ってる。嘘だ、いつもと変わんないよいつもと変わんない。だから夜したいんだけど、夜ね、明日スカパーのやつが終わってしたいんだけど、そう、ちょっと急ぐね、間に合うように、急いでできる、すごい始めるようにしよう。走まんないよ、バタバタ違うしないと、朝しないといけないことがいっぱいあるから、そう、配信してたらそう焦りそうってこと、時間がなくなりそうってこと出かけない。今日くらい遅くなったらそのぐらいになっちゃうかも。でも明日になんないと分かんないんだよね、どのぐらい。そうなので、明日スカパーあるので、スカパーアイドルフェスあるのでぜひ見てください。明日19時からだよね。準備しながら配信できないよ、そんな器用じゃないそんな器用じゃないあ、やばい、そろそろ切れちゃう。なのでぜひ見てください、生配信でやります、スカパーさんで。ぜひで、明日は配信は夜ですね。
ろそろ切れちゃうので、ありがとうございました。おやすみなさーい。また明日。そろそろ。おやすみ。バイバーイ。